ブルミクチャレンジ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。まずはですね、先にここでグルミックの情報です。探偵オペラミルキーホームズの雨上がりの未来と正解は一つじゃない、そして少女歌劇レビュースターライトのダブルナインイリュージョンがグルミックに実装されました。やったー、楽しみ。雨上がりの未来は原曲で、正解は一つじゃないはハッピーアラウンドのカバー、そしてダブルナインイリュージョンは私たちフォトンメイデンのカバー楽曲として実装します。イエーイだねー。ということで今回はこの方からコメントが届いております。皆さんこんにちは、三森すず子です。この度 D4DJ グルービーミックスに雨上がりの未来、正解は一つじゃない、ダブルナインイリュージョンの3曲が実装されることになりました。嬉しい。私が参加している楽曲がまたね3曲も、増えたということで、ぜひぜひ皆さん、たくさん遊んでいただけたら嬉しいです。ということでこの後も D4DJ の番組をお楽しみください。三森すず子でした。はい、ということで三森すず子さん、今日も本当にすごく可愛かったです。可愛かった。ということでみもさん本当にありがとうございます。さらにグルミック情報です。 D4 フェスストーリーが始まります。あなたも D4 フェスストーリーモードをぜひプレイして盛り上がってくださいね。今回のグルミック対決はフォトンネーデ、花巻とわと、はい、福島ノア、はい、まずはとわからやってみようか。はい、これでいきます。ああ、良い、いい選曲だ。花巻とわのグルミックチャレンジスタート。よし、頑張るぞ。二人はライバル同士ですからね、ライバルだからね。ノア、とわちゃん、何？バレンタインの思い出教えて。バレンタイン、いっぱいチョコもらえて嬉しかった。いっぱい、誰からもらったの？え、地元のいろんな子供たちだよ。子供たち、怪しいぞ、怪しいぞ。人気だったんだから、私地元じゃ。そうだったんだ。そうだよ。じゃあ10話はどうだった？見てみて。10話？うん、アニメの10話は、ピアラに負けて悔しかったけど、ピンクちゃんにオムライスを半分こしてもらって嬉しかった。9話じゃない？え、10話だよ。あ、10話なんだ。うん、そうかそうか。はい、オープニングを作った人誰だ？ヒャダインさん。ピンポーン。フォトンで好きな曲は？迷うな。すごい、すごい、やりながらでも上手ですね。キー・ザ・ワールドが好きかな。あー、いいよね。ノアはどうなのよ？そう、私まだ答えるターンじゃないんで、あとで楽しみにしといて。あとで楽しみにしといて。シャノピーからも何か聞きたいことあれば。そうだな、フォトンのライブの時に意識してることは何だ？客席の隅々のお客さんまで見ること。だってアイドルだもん。フォトンメイデンはアイドルではないでしょ。でもそういうユニットがあってもいいと思わない？リリカルリリーがそこのポジショニングになってくれてるだって。私アイドルもやりたいんだもん。そうだよね、そうだもんね。かわいい。めっちゃコード続いてんじゃん。イエーイ。ちょっとじゃあカメラ目線でとわちゃんのセリフ言って。カメラ目線、これはひどい。カメラ目線ガオー。すごいすごいすごい。もう一回もう一回もう一回。とわちゃんタイム。すごい。特技だよこれ。すごい。特技にしよう。すごいよ今の。いいぞ。ちょっとだぞ。これはいい点いくんじゃないですか。めっちゃすごい。私この曲大好きなんだ。いや、私先週やってて全然できなかったもの。すごい、すごい、素晴らしい。めっちゃすごい。さあ終了だ。とわの点数はいくつかな。はい、55万9241です。なかなかいい点数じゃないか。やったー。初回でやった麦ちゃんよりも高いスコアですよ。やったー。曲によるのかもね、やっぱり。じゃあ次はノアだよ。ノアはほぼマーメイドっていうテーマです。大好きなんだね。それでは福島ノアのグルミックチャレンジスタート。
できるかな。全部マーメイドにしちゃった。好きな曲にしちゃった。ノアはマーメイドのどこが好きなの？足答え方。私の衣装も足出てるけど。ちゃうねん。ちょっと私の足は好き。ちょっと違うかな。ノアはちょっとあざとすぎる。ダメ出し。なんでよ。チームでダメ出しが出てる。じゃあノアはいつもライブの時何を気をつけてるのよ。さっき私が答えたから答えてよ。楽しくて気づいたら終わってんのライブって。いい言葉じゃない。確かにいい言葉。あいや福島ノア、最近可愛いと思ったものは何だ？あのアイドルですね。クルスリンちゃんって女の子がすごい好きです。アイドルか。その子のどこが可愛いんだ？顔。答えるまるでリスのようです。カタメイデンのアイドルトワちゃんは？サキちゃんが一番可愛いよ。残念。悔しい。残念。悔しい。はいはい、こい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 。すごいみんな上手。朝何食べましたか？あのタンパク質のきな粉入りのヨーグルトかな。おー、健康的。体に気をつけてるんだね。もちろんです。マヌカハニーも欠かせません。やばい。ノアは何のご飯が好きなの？白米。白米。うまい。おいしいよね。ね、私も好き。白米の作り方は？ボンボンボン。炊飯器にボン。じゃあ私もさっきフォトメイデンの中で一番好きな曲答えたからノアも答えてよ。あかつき。おお、あかつき。なんで好きなの？新しいから。じゃあ5月にあの新しいシングルあの発売されるのでよかったら皆さんゲットしてください。すごいな、グルミクやりながらシングルできる。じゃあワンコーラスちょっと歌ってもらおうかな。恋しくて。すごいゲーム、別のゲームで音楽流れてるのに。やりながらよく歌える。すごい。あ、一歩及ばずか。終了。ドキドキ。はい、ということで福島ノアの得点何点でしょうか？53,492です。わー。ということは花巻とわの勝利。イエーイ。見てますか？見てます。レイシャーさん見てますか？アイポン先生、レイシャー先生。あ、私勝ちました。シャノピーカードが、シャノピーカード登場だ。ミュージカル風に負けを認めなさい。でもノアちゃん、まあ、演劇好きだもんね。そう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 。それじゃあミュージカル風まで、レディーゴー。くそ、なんで負けたんだ。そんなの信じられないのに。どうして私が勝つはずだったのに。鍛錬が足りなかったのかこれは。いや、そんなわけない。君はどう思うかしら。巻き込みタイプ。今回は私のこれまでの努力がついに実った。いや、それは違う。なぜなら私はアイポンさんに習ってないから。じゃああなたも一緒にアイポン先生に教わりましょう。はい、完璧。なんでよ。なんでよ。私勝ったのに。いや、私勝ったよね。すごい負けがすごい巻き込みタイプで。そうですね、まあ、せっかく某作品で一緒にミュージカルやってるんで。そうですね、なんか素晴らしい本格的な感じを見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぶっちり。あ、どうしたんだろう。あれ、君たち急にボトンメーレの可能性を感じることができた。これからも君たちにますます期待している。以上だ。サングラスが主体なんですね。じゃあもうカンペを見ててもバレない。いいですね。2回にわたりゲストで来ていただきましたが、うん、レイチュールさん、元井、シャノピー、楽
楽しかったです。私たちも楽しかった。今度はぜひレイチェルさんで来てください。なんか今回こうちゃんとレイチェルさんと、まあ、シャノピーでしたけど、シャノピーだったでしたけど、そうだったそうだった、怒られちゃ う, うでもレイチェルさんとお話しするのが割と初めてですか、こんなに可愛らしくて、うん、もう面白くて、ね、ずっといてほしいですね。え、なんかさ、フォトメイデンのプロデューサーさんだからまたいっぱい遊びに来てほしいよね。いやね、一緒にパフォーマンスとかできたらいいなって思います。したい。え、ライブとかさ、うん、一緒に出たいよね。ねえ、やりたい、ね、え、めっちゃいいじゃん。そうよね、やってたっぷりよね。あとさ、かわいいなって思ったのがさ、あのシャノピーでね、なんかこうシャノピーとして喋るとき絶対手がこう出てくる。右手がどうしてもこれが出る。これが出るとあのよく噛みやすくなって一回下げるのよ。下げてもう一回。かわいい。かわいい。